2024年5月2日から3日にかけて、市政刷新ネットワークが、福島県石川町長逮捕、秋高田氏は、という題名で、ブログの記事を更新しました。内容について、要約する形で引用すると、次の通りです。4月30日、石川町発注の道路工事の入札で、予定価格を業者に漏らすなどしたとして、官製談合防止法違反と、公契約関係競売入札妨害の疑いで、福島県で石川町長76歳が逮捕されたと記事は始まります。公契約関係競売等妨害とは、簡単に言うと、入札しようとしている業者に対し予定価格を内包して、それに基づいて入札させる行為となります。これと酷似して、秋高田氏と業務委託契約を結ぶ秋高ターンズとの間に次のような疑惑があると記事には書かれています。業務委託の設計をする場合、市役所では大まかな予算などがわからないため、委託業務ができる業者から参考見積もりを取って、それを参考に設計をすることが主である。ところが、一業者からのみ見積もりを取ると、過大に見積もりされても気づけない。複数の業者から参考見積もりを取るのが原則だ。秋高田氏は、秋高田アンズが思い通りの金額を記した参考見積もりによって設計し、その金額をそのまま予定価格にしている。例えば令和5年度地域おこし協力隊募集業務、予定価格と1円も違わない金額で入札契約している。これは秋高田アンズは自社が出した参考見積もり金額が予定価格になっていることを知っていたからこそできる芸当である、といった内容でした。実はこの内容、令和6年3月の議会で山本和弘議員が全く同じことを質問していたのです。石丸市長も何か違和感に気づいたのか、先ほどの山本議員の質問なんですが、ご自身で作文されたのか、誰かが作文されているのかわからないんですが、もうちょっと遂行してから臨んでください。通告文読んでもですね、日本語として意味がわからんところが多いです、と勘ぐっておりました。これに対して山本和弘議員は、今市長が答弁されて意味がようわからんというようなところも言われたんですが、私これ小学校の6年生が読んだらわかる程度で自分で考えてやったつもりなんですがね、これがわからんいうこと自体が石丸市長は大丈夫なんかのというふうに思うんです。これ書いてあるのを訳しましたらですね、と反論をしています。それでは、市政刷新ネットワークのブログと山本和弘議員が同じ内容の質問をしているシーン、いわゆる台本を朗読しているのではないかとされる疑惑のシーンを振り返って見てみましょう。3番の業務委託について、地方自治法や他の法規に抵触することなく、次のことについて、執行ができているのか伺います。設計の参考見積もりがほとんどの業務で、自宅業者1社の見積もり書になっていますが、比較検討するのに複数社での徴収が必要と思います。問題はないのかお伺いいたします。工芸企画部長、はい、結論としては問題はありません。財務規則では随意契約、これは競争入札によらない契約ですが、その時にはなるべく2人以上のものから見積もり書を取ることというふうになっています。なるべくというふうになっているのは、やむを得ない時には1社からの見積もり書でも良いということを意味しており、2人以上が必須ということではありません。委員長。山本議員。設計の参考見積もりは財務規則に書いてはないんですが、今のは入札の時に取る見積もりの話であって、参考設計書を作るのですね、参考見積もり書を取りますよね。それが一社で行われとるんじゃが、それは縁かいうことを、自分らに知識がないから2社も3社も取って、その中で、自分なりの設計担当者が考慮してですね、数量単価を設計書としてやっていくように思うんですが、今の芥川氏の場合は1社でええんじゃと、こういうことかいうことを聞いたんです。参考見積もり書を作るのに1社でええんですか。工芸部長。はい、やむを得ない時にはというふうに申し上げました。この場合、やむを得ない時というのは他に
実施が可能な事業者がない場合にはどうしても2社を無理に探すということはそれは難しいというところもあります。そのやむを得ない場合であれば、1名で1社でも仕方がないというふうに考えております。答弁を。あ、はい、続いて、はい、石丸市長。多分こっちの方が直接答えになるんだと思います。職員がわざわざ書いてくれてますので、秋高田市財務規則見積書の徴求というところで第100条、契約担当職員は随契約によろうとするときはなるべく2人以上のものから見積書を調査なければならないと書いてあるのでその通りです。山本議員。で、今市長が答弁していただいたのはですね、業者選定の時の業者を決める時の話であって、私が言うのはその事業業務の費用を積算するための設計書の見積もりについて質問したんです。はい、分かりました。1番、工業部長の返答で、市はそうしとるのかのように理解しました。あんまりまあ納得できるような答弁でないんですけど、これで時間取っても次のことが言われるようになりますので、4番に移っていきたいんですが、丸 6HB 掲載コンテンツ制作業務、この業務は自宅業者よりより専門性を持った業者が他にもいると思いますが、なぜ一社による随意契約になったのか伺います。工芸企画部長。はい、丸6のホームページコンテンツの業務については広島県と連携して行う広島里山ウェーブという移住定住推進事業関連のホームページ記事を作成するもので、前年度からこの事業の地域コーディネーターをこの事業者の代表が務めるなど関係する記事の作成に最適の事業者であるためです。山本議員。6番は業者名を言ったらいいんですか、言ってもいいんですかね。今のうちの秋田市の広報を書き寄る業者がおられますよね。この業者の方は広報を書く中で秋田市の取材に歩かれながら記事にされとると思うんです。この秋田市の広報を書かれとる業者は対象になると思うんですが、なぜそれを外されたのか。以上。はい、工芸部長。6番の、ホームページコンテンツ、広島里山ウェーブの関係の内容ですけども、やはりこれはこの事業について関わる、記事を書くというところでもうすでに、持っているデータなども多くございました。ですので、明らかに、今委託している事業者の方が、安く価格も抑えられますし、実施が容易にできるということで判断をしてこの会社というふうにしております。で、以上です。山本議員。5番に移っていきたいと思います。普通予定価格より落札額が下回るのが通常であると思います。すべての業務で設計のための参考見積もり額、設計額、予定価格、落札価格、契約額が全て一致しているのは偶然にしてはあまりにもおかしいと思います。参考見積もりを徴収していない業務についても設計額から落札額までの金額が同じというのは疑問を持ちます。1から10の業務についてこの同額ということについての疑問に対する説明をお願いいたします。工芸企画部長。はい、先ほどもご説明した通り、特に新規事業を始める場合には実施可能な事業者が1社しかないというケースがあります。またその場合は予定価格と落札額が一致することはあり得ます。議員の言われる予定価格より落札額が下回るのが通常というのは2社以上の競争があった場合のみ成り立つということと考えています。
はい、山本議員。今の答弁は当たり前だというふうに言われたように思うんですが、それでいいですか。答弁を求めます。議長。石丸市長。至極当たり前の話です。山本議員。じゃあ当たり前だということなんで、6番へ行きます。掲載した1から10の業務は委託による協力隊員受け入れ体制を取るために行政が絡んで組織した経緯があります。業務委託の発注に疑義を生じることになっているのではないか。引き続きこのような形態を続けることは入札談合等関与行為の排除並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第8条に抵触する疑いを持つことになります。今回の発注形態を今後ですね、取りやめるか改善を図るかということにならないか伺います。答弁を求めます。部長、官房お願いします。はい、石丸市長、今ので説明が分かりませんか。はい、不明な点が多いので反応します。はい、はい、ただいま市長から反問権の申し出がありましたので許可をいたします。石丸市長。はい、2つほどお伺いします。順にいきます。まず1つ目、行政が絡んで組織化した経緯とおっしゃるんですけども、それは何のことでしょうか。何を指すんでしょうか。おそらく聞いている方ほぼ全員が意味不明だったと思います。具体的にお願いします。山本議員。どこだったかな。行政が絡んで組織化ということについての質問なんですが、今の設立当時のその自宅事業者の方がですね、書き物にして提出されとる部分があるんですが、前副市長からこういった会社を作ってですね、やったらどうか言われたけ、そういうふうな会社を作ることにしたんじゃと、ある団体への回答をされとる。それを読んでですね、ああ行政が絡んだんじゃのうというふうに思ったんですが、今の副市長じゃなくて前のですよ、で市長になられる前にそんな話があったらしいんですけど、そこをまあ指しとるんです。議長、続きます。続いて反問ですか。はい、はい、石丸市長。はい、では業務委託の発注に疑義を生じることになっているなどと言われたんですが、どのような疑義なんでしょうか。何が問題だと主張されるのか、具体的に明確にご指摘ください。山本議員。ですね、業務の設計書を作るのにですね、参考見積書をその受託業者から取っているんです。でその自宅業者の示した数字を持ってですね、市の設計としとる。で指名委員会にかけたら、この会社しかおらんのだと、他に入札でやるんよりこっちの方がええんじゃというような理由でその業者を指名をしとる。でももちろん市長は設計金額を値引いたりすることは、いけんことを総務省に取りますよね。ですから市長はそのまんま設計額の予定価格にしていく。で実際に入札の見積もりを取ったらですね、設計額イコール入札のための予定価格がイコールなんですから、見積もり業者はその価格を出してきたら落札という、最初で結果的にはその業者と契約ということになると、一つの競争性がないの。最初から価格がその業者に筒抜けじゃないかということを
いやいや、ちょっと僕で聞きなさい。反論して余計分からなくなっちゃうから。いやいや、反論じゃけ具体的に小学校の4年生でも分かるように説明しよう。いいですか。要するに設計をするための見積もり書は自宅業者から取って、その自宅業者が出した額が全てに行政文書の中で同じ額で言っとる。最後はそれでもって契約されとる。これはどう見ても競争性に欠けとる。そこを疑義があるようです。どうなんですか。反問は終わっていいですか。はい、以上で反問を終了し、議員の質問に戻ります。はい、石丸市長。まず2つ反問がありましたので、それを踏まえていきます。まず1点目の行政が絡んで組織化した経緯というものは、単に前の竹本副市長がその協力隊員事業者の方に法人化してはどうかという助言をしただけというふうに伺っています。この行政が絡んで組織化した経緯などとよくわからん古代な表現は控えた方がいいと思います。これ自体が疑わしいです。この表現が単に当時の副市長がこの先を見据えて事業を法人化したらどうかと言っただけです。こんな行政が絡んで組織化したというほどのものではありません。そして2つ目、疑義を生じることになっている云々に言われるんですが、一切ないというのがこれまでの答弁で明らかになっています。ですのでこの順番で言えば括弧6ですか、その図に対しても、はい、抵触する疑いはありません。よって取りやめになることにもなりません。当たり前の結論です。そしてこれらの形態については私が市長にする前から、そして本件に限らずですね、いろいろなところで発生しています。随意契約、随契と呼ぶんですけども、本当は入札で決められた方がいいんですね。これまた当たり前の話です。そこに市場原理が生まれるから、競争があるから、より質が高いもの、そして費用が抑えられるものが選ばれるんです。そうなればの過程の話です。そうならない現実があるから随契を今回の例で言えば適用されている、それに過ぎません。で、部長の方からも話がありましたが、随契にせざるを得ないんです。田舎の方は事業者が少ないんですから、供給力が不足してるんです。これが田舎の大きな課題なんです。まあ、行政に馴染みがない方は分からないと思うんですが、市として事業を推進するにあたって民間の活力を言うのは簡単なんです。実現するのが難しいんです。しかし、なんとかこれまで今ご質問にあった件に関しては秋田方市非常にうまくやってきているというふうに評価をします。それは私が市長に就任する以前からの話です。他の自治体に対しても手本になるような非常にいい形で続いていますので、当然これからも適宜見直しは必要あれば行いますが、あえて改めてこのよくわからない疑いによって止めるなどということはありえません。山本議員。今は市長がですね、適宜見直しを考えるとこういうふうに言われたんで、疑義が持たれるような部分はですね、適宜改善されるように、市長の答弁に期待していきたいとこういうふうに思います。で、この制度はですね、交付税が下りると、総務省から交付税が下りるようになってますが、それは実施年度に下りるんでしょうか。工芸企画部長。はい、何人雇用しているかということの調査が、参って、でその年に交付される金額の中に入っているというふうに捉えています。ですので実施年度に交付されます。山本議員。今の地域おこし協力隊推進要項、これ総務省が出しておる分だろうと思いますけど、この要項の中にですね、実施したあと適法であれば交付するというような表現になっているんです。ですから本年度、当該年度を実施して、それを見て当該年度に交付金が出るというふうには取れるのですが、翌年度になるのかと思ったんですが、当該年度の実施状況を見て当該年度に交付金が下りると
こういうことでいいんですか。議長。工芸部長。はい。当該年度に入るということで間違いないと考えています。と言いますのも、交付税というのは他の協力隊分がいくら、この分がいくらというふうに別々に入るわけではなくて、他の災害で大変だった地域には出たりとか、さまざまな要因で、金額が確定されます。ですので、その中に、入っているかどうかということを確認できるものではありません。で、人数についての確認があること、活動実態についての確認があることについては承知をしております。で、適法かどうかというところについては後に、調査、財務調査ですね、税務調査か、そういう、国が定期的に行う調査がありますので、そこでもし仮に問題があれば、そこで精査されるということもあるというふうに考えています。山本議員。じゃあ今の私が質問した地域おこし協力隊の業務の中はですね、見積もりの徴収、受託業者からの見積もり徴収で、それに伴う設計で、予定価格で、随契約の一社の見積もり入札で、最後その業者と設計を出した業者との契約という流れがですね、総務省が認めるんかいうところがちょっとあるんですけど、じゃあ今まで認めてきたというふうに理解していいんですか。工芸部長。はい、はい、その通りです。全く問題がありません。以上です。山本議員。最後質問しますけど、総務省の交付要項にはですね、総務省はその取り組み実績を事後的に調査の上財政上の措置を講じるものであるという、事後的にいうのがついてるんですけど、単年度でその事業が正しいかどうか、横にそう取るかどうかいうのはいつの時期にやるんでしょうか。3月にやらねば意見を思いますけど、これを読んだら次年度以降かのというふうに思うんですが、単年度じゃ言われましたよね、交付税措置をしてもらうと。ここの要項にはそこに書いてあるんですが、この単年度でできるかどうかというところを説明お願いします。年度ごとにしか入らないけど、評価自体は任期なんで、いいですか。はい、工芸部長。はい、はい、毎年、何人、秋田方市には地域おこし協力隊がいるかという人数の確認と、どのような活動をしているかということについて、特別交付税の算定根拠についての調査があります。ですのでその都度入っているというふうに捉えております。実際にいつどのタイミングで入ったかということについては国にしかわからないと思います。以上です。山本議員。これもはっきりと理解できる部分までの回答ではなかったというふうに理解します。以降はですね、予算委員会、決算委員会でより詳しく質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。これで私の質問は終わります。